秋冬らしいカラーです。まずはピアスを2点ご紹介していきます。オレンジのカーネリアンと、そして先端についているのは媚薬クォーツだそうです。玉ねぎみたいな形をしています。ボリュームがあるデザインです。シルバーカラーのコットンパール、そして天然石はシリシャスシスト、ローズコーツ、ストロベリーコーツ、そしてガラスパールも使ってあります。イヤリングを2点ご紹介していきます。鮮やかな赤のお色がとっても綺麗です。こちらはレッドジェード、染めの石です。そして媚薬クォーツが使ってあります。玉ねぎみたいです。シックなお色です。こちらは小さなマザーオブパール、3ミリぐらいでしょうか。そして先端の黒いお色のものはオニキスです。カットが入ってちょっとこうひねった形になっています。変わった感じです。